い、ということで朝ごはんです。はい、でまずこれがオートミールで作ったおかかチーズおにぎりだったんですけど、ちょっと水分量が多くておにぎりにならなかったってやつですね。でこれがもう食べちゃったんですけど、ブロッコリー5個ですね。美味しかったです。はい、美味しかったです。でこれももう食べかけなんですけど、卵ですね。これは自分で作りました。はい、毎朝自分で作ってんだよね。そうなんです、ダイエット。はい、もう食べてるんですけどね。はい、食べていきたいと思います。はい、ということで今からね、顔を洗ってスキンケアをしていきたいと思います。これね、もらったやつ、これがいいな、本当に最近肌の調子がね、いい気がして、なんかテンション上がるよねすごいね、オートミール生活に新しい化粧水で、ね、もうバッチリで女子力アップですね。そうですね、はい。でね、髪の調子もいいんですよ、髪の調子も。お、この前ね、矯正して、矯正しましたね。うん、やばくない？これだって、うん、起きてまだ1時間ぐらいしか経ってないの、うん、で、これだよ、やばくない？もうめっちゃ良くて、次にね、顔洗った後、髪もやっちゃいます。はい、マジでもうみんなに触ってほしい、これ。え、こんなにサラサラで整ってるのに髪の毛何合うの？え、アイロン。あ、それでさらにアイロンするの？アイロンするだけ？伸ばすだけ？うん、痛まない？そんな、せっかく綺麗にまっすぐなのに。まあいいや、いつもやってるの。そうなんだね。あ、そっか。でもなんかちょっとやった方がツヤが出るって言ってたね、そういえば。でしょ、美容師の人が。でしょ、うん、毎日やってるの。はい、いいか、やりましょう。はい、私のさ、この長い触覚をさ、うん、どう巻くか研究してるんだけどさ、難しいな、ふわってなっちゃう。左右対称じゃないんだ。ちょっとさ、練習しようかな、着替えます。着替えました。今からね、ちょっと、はい、着きます。はい、ということでトリミングに行きたいと思います。そうなんだ、やっと年内に行けます。はい、綺麗になろうね、白頃バタバタしすぎですけど、ちゃんと着替えたんですか？着替えました。こんな感じですね。あとでちょっとね、はい、はい、ということで、ちょっとね、今からゴロゴロしたいなと思います。このベッド優秀でして、ソファーにもなるし、ベッドにもなるんですけど、ゴロゴロしたいときはベッドにして、座りたいときはそこにするみたいな。ギター練習はソファーです。ほんと。めっちゃ優秀です。ゴロゴロしたいと思いまーす。はい、もう仕事でもね、もう増やずに最高回路みたいな。太るね。え？太るね。太るよね。太るわな、これ。まあ、ゆっくりしてください。はい。
はい、ということでお昼ご飯です。なんかなんだっけ、これはキムチーズなんとかとブロッコリーですね。キムチーズなんとかって何？なんか作ったんだよね。オートミールでございます。ということでいただきます。はい、ということでね、ご飯食べ終わったので、あとちょっとすると習い事なんです私。なのでその最終チェックっていうか練習をしていきたいなと思います。今やってる曲が猫でして、あいみょんの北村匠海さんが歌ってるやつ、マリーゴールドやってたんですよ、あいみょんさんの今まで。でそれが習得できたんで次は猫みたいな感じです。いいよね。一部弾けるんですか？ちょっと弾けるようになります。じゃあちょっとだけやってもらおうかな。まあ練習中だけどね。これ流しちゃダメ。いつも流して進行やってるんだけど、あ、じゃあ弾いてる姿だけ、ごめんなさい、ちょっとね、音楽がちょっとかけれないで、YouTube 上だよ、ね、音楽消してしーちゃんのやってる姿だけお願いします。意味ね、意味ない。音楽なしでやってみる。できる？音楽なしで。ということで今からね白コロを迎えに行きたいと思います。ちょうど今家から出ました。バイバーイ。はい、ということで白コロ帰ってきました。かわいい。カラン、ただいま。あ、じゃあお帰りということでね、もうあと30分後、あと40分後に、あ、間違えた、あと1時間あるか。あと1時間後にね、来たので、帰宅したいと思います。バイバーイ。なんか吠えてる。暴れましたか。はい、今から、習い事です。ギター。もうなんか疲れ果ててるけど大丈夫。今日髪すごくない私。まっすぐ。めっちゃそろそろじゃない。そろそろ。いい感じ。はい、ということで夜ご飯でーす。ということでね、まあもう食べちゃってたんですけど、忘れてまして動画撮るの、すいません。今日はね、すき家です。ギター帰りに買ってきました。白髪ネギの牛丼と豚汁とプリンです。イエーイ、めちゃめちゃ美味しいです。我が家の日課だよね。はい、ギター帰りはいつも何かしら途中で買って帰ってます。はい、ギダンスの時からもうずっとなんかすき家だったんだよね。美味しいです。はい、ということでね、ご飯食べ終わってちょっとアニメを見て今からお風呂入りたいなと思います。入ります。はい、ということでね、お風呂から出ました。ということで今からねスキンケアをしていきたいと思います。バイバーイ。はい、ということでね、髪乾かし終わりました。ちょっと傷んでるかな。ということでね、今日は寝たいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、それではバイバーイ。